皆さん、こんにちは。坂でヨガ講師、佳子です。はい、今日日曜日、どんなね、あの週末を過ごしましたかそうですね、今日二27日、夏休みもね、もう終わりますよね。 楽しいバカンス、7月、8月過ごされましたでしょうか。まあ、私はもうほとんどお休みなし、ただし7月も一回日帰りで、入笠山っていうところにあの登山に行きました。で、8月は19日に、えー、八ヶ岳に登りましたが、なんと下山の時に大雨、雷、はい、なので下山したときはどもうずぶ濡れになっておりました。もちろんねあのポンチョ 雨がザーッと降ってきたので来たんですけどもう全然ダメ吹き殴りの雨でびしょれでした一緒に行った夫はもう行きたくないよって言ってましたけどねまあ本当はね一泊とかするといいんでしょうけどあの休みなくま,まあ休みなくっていうか週1金曜日はお休みですけどそれ以外休みがなくねあのレッスンやってますのでまあ週休 1>, 1, 日1日、そしてもう稼働が6日という感じでやってますけど、もう私、元気です。なので、八ヶ岳帰ってきた翌日、ちゃんとうちの夫はもう寝ておきませんでしたけど、私は通常通りに起きて、朝ごはん作って、一人でご飯食べて、夫の分はあのラップしてテーブルに置いて、私一人であの日曜日はねあの、外部レッスン、目黒で、目黒の都立大というところで、ノアスタジオでレッスンやってるので、あの行きました。 ビューーティーデトックスで帰って帰りねあの家帰ってチラシを配りに行くのは嫌なので自分の南大沢ーーのスタジオ加工ヨガスタジオのチラシを、まあ、100枚ぐらいですけどねリュックに入れて持ってってあの地元の駅に着いた時にもうまずはチラシを配ってから、まあ、100枚だからあっという間ですけどね100枚配ってから家に帰ってきて。 お風呂入っっっててて夕飯作いってっていう感じでございますねはいそしてあのちょっとキャンペーンも21日から25日までやって25人の皆様とあの楽しい対談をさせていただきました。まあ今日もねこれからまあこのヨガの幸せに生きる知恵あの朗読ライブ終わるまでは一人ぼっちであの 寂しく朗読していきますので是非ねあのご視聴いただいてる方コメントとかいいねとか押していただけると嬉しいなと思いますさあ今日は第3章幸せになる考え方感謝の気持ちをもとうはいそこを朗読していきます人は一人で生まれてきて一人で死んでいきますが今ここにこうしているのには多くの方の手を借りています まずはお父さんとお母さんになる人たちが愛し合い精子と卵子が結合して人の命のもとが出来上がります。お父さんお母さんがいなければご自身はここにこうして存在することはできません。生まれてくる時にはお母さんのおなかの中にとつき10日守られています。人として下界に出ても大丈夫な状態になって生まれて出てきます。 生まれて出てくるときは病院の看護師さん産婦人科医または助産師さんなどの手助けがありますさらに病院を支えている栄養士さんや料理を作る人掃除をする人さまざまな人の力を借りています幼稚園や学校に行くようになると幼稚園学校の先生学校の用務員給食を作っている人の助けを借りています友達近所のおじさん おばさんに慰められたり励まされたりすることもあるでしょう。毎日気軽に食べていますがエネルギーの元ととなる食事を口にするためにはお料理を作ってくるお母さん、作ってくれるお母さん、食材を売っているスーパーの人、そしてその食材を作っている農家の人たちがいます。私たちは一人で生きてはいけないのです。 様々な人たちの力を借りて生きているのです私たちの目に見えないところで支えてくれている様々な人のお力のおかげであることを知り感謝の思いを抱いていきましょうあなたを産んでくれたお母さんお父さんにはそのまたお父さんとお母さんがいます命が連綿とつながっているのですあなたがあなたの命が誕生するには 多くの命がつながっているのです。そのことに感謝をしていきましょう。そしてあなたはいつでも決して一人ではないのです。どんなに辛い目に遭うことがあっても、苦しいことがあっても、決して自ら命を絶ってはいけません。連綿とつながってきた命の鎖を断つことになるからです。あなたの知らないところで、あなたを支えてくれる人たちを裏切ることになります。何より、 乗り越えられなないいい悩みはないと言います自分を信じて時には耐えて耐えて耐えていつか必ず解決することを信じて生き続けていきましょうあなたの授かった命のともし火が消えるその日まではい今日のまとめ読んでいきますね私たちは一人では生きていけないのですさまざまな人たちの力を借りて生きているのです 私たちの目に見えないところで支えてくれているさまざまな人の力のおかげであることを知り感謝の思いを描いていきましょうあなたはいつでも決して一人ではないのですどんなに辛い目に遭うことがあっても苦しいことがあっても決して自ら命を絶ってはいけません連綿とつながってきた命の鎖を絶つことになるからです あなたの知らないところであなたを支えてくれている人たちを裏切ることになります。はい、いかがだったでしょうかね。あのもちろんね、あの自活。 ね。自分のことは自分でする。で、自分で稼いでしっかり食べていく。それはもう自活することは大事です。ですがね、あの、私もそうなんですけど、もう父と母を見送りました。父と母がいたから私が生まれてきたわけで。そしてその父と母にも、その、さらに父と母がいたわけですね。私にとってはおじいちゃんとおばあちゃん。ね。そしてその父と母は、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんとなります。だから、 ねえあのいつかだったらもう人間の生命が生まれて人として暮らし始めてからねどん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 命がつながっているんですよねだから大切な命なんですだから自分で命を絶つなんてことをしたらねご先祖様に申し訳ないし自分のご両親にも申し訳ないですよだから本当にねもう死にたいなって思うようなこと絶対あると思います生きていけばねそういう時は信頼できる誰かに あの相談しましょうもしくはノートにいろいろ書いてみましょう今苦しいこと悲しいことを書いていきますそうするとねあの何かあの抜け道生きていてよかったって思えることが絶対見つかります だから、そうね、もう死にたいなと思ったら、なんで死にたいと思ってるのか、どんどん書いていくといいですね。そして、過去に、まあ、楽しかったことも絶対あるはずです。楽しかったことも書いてみてください。書き瞑想っていうのがあるんですね。だから、もしね、この、えー、私のライブを聞いていて、もう死にたくなったら、私の方にメッセージ。 く,くださいまあ30分ぐらいねあのオンラインであなたのお話あの無料でもちろん聞きますからねそして誰かに話すとね自分の心の中に実は答えってあるんですなのにあのなかなかそれを引き出せないんですねだから絶対に自殺はしないでくださいそしてね今自分があるっていうのは本当に 自分一人じゃないんですよいろんな人の力が支えがあって生きていられるっていうことをね、感謝しましょう。例えば私、これ、今日あのレッスンが終わった後なので、ヨガウェア着てますけど、このヨガウェアだって、ね、あのこのもいも何繊維となる糸を折った人、今、化学繊維が多いかもしれないけど、でその工場でこのよ洋服を、ね、縫製する人で、お店で売る人、でお店まで、ね、工場から運ぶ人。 そういう人たちいろんな力があって一枚の洋服を着れるわけですよ。お料理もそうです。ね、あのー、農家の方たちがお米や野菜を作ってくれてるから私たち食べれるんですよね。でそしてあの流通の人トラックでね市場に運んでくれる人またスーパーで物を売ってる人。 で私たちがお金を払って買うわけですけどお金があったってあのお米や野菜を作ってくれる人がいなかったら買えないんですよね。植えちゃうわけよねだから、まあ、本当にあなた一人で生きてはいないんです。いろんな人があなたを支えてくれてます。そう考えるると一人でもちろんん生きているんだけど 寂しくないじゃないですかだっていろんな人が知らない人が名前も顔もあったこともない人があなたを支えてくれているんです。そう思うとなんかあったかくなりません楽しくなりませんなんか私今こう喋っててもなんかちょっと心がウキウキほ,、ね、ほかほかする感じがありますね。だから感謝をしてください。どんなことにも感謝してください。たとえばね あなたの悪口言う人、あなたに嫌な思いさせる人にも感謝しましょう。なぜかったら、その人が反面教師となって、ああいうことを言っちゃいけないとか、ああいう態度をしちゃいけないとか、ね、自分の学びになりますよね。でもしかしたらね、あの、すごく嫌な子、やつがいて、嫌なことを言って、で、その嫌な言葉のために、 よし、今に見てろあいつを、ね、あの見返してやるぞって思って結構頑張れちゃって大成功しちゃう人もいるかもしれませんそしたらそのあなたに嫌なことを言った人が実はあ,のあなたの,の代表ある人になるわけですよねだから、ね、そう考えていくとなんか楽しくなりませんかはい。 私もさあの先日ですねちょっとへこまされるようなメッセージが来て身に覚えのないのになんかねちょっとえこんなことをメッセージ送ってくるんだと思ってちょっとあなたの投稿が不快になってる人がいますみたいなメッセージ来ちゃってちょっとねあのむっとしたし。 自分ではそんなつもりは一切ないですし、では一体何って具体的に言ってくれればいいのに、そんな曖昧な言い方で、あのしかもこっちはちょっとあのキャンペーンをやってる最中にそんなこと言われると非常に落ち込みました。 でも、ここに、こ,こっちには、あ、こっちか、こっちにあります、レジエントヨガ講師、ヨガレッスンをしています。折れない心と疲れないかか体を作り、あなたの実自己実現へと導くレジエントヨガ講師ですから、まあ、本当にそのメッセージを見たときに、もう私も人ですから、人間ですから、あの血,血も涙も通っている人間ですから、まあ、3時間ぐらいね、すっごいへこみました。で、ある人に、ちょっとその話をしたときに、 すごくその人が私の話をよく聞いてくれてあの、うんうんうんってもう本当にね、全肯定してくれて、まあ、1時間ぐらいその人と喋ってたかな。そしたら、なんかあのすごく気が楽になって、だから、な,なんかね、もしあの身近で悩みを持ってる人がいたら、聞いてあげてください。私も聞いてあげますよ、あなたの悩みをね。で、多分ね、辛いこととか嫌なことも人に話すことによってあの吐き出しちゃうから、 手放せるんですよね。だから私も三時間ぐらいもうえーってもうどよんってね落ち込みましたけど、もう今笑顔笑顔です。だからまあ本当に、えー 名前今ここで言えないけどあの聞いてくださった方に本当に感謝してますよその聞いてくれた人今私の、えー、このライブ聞いてくれてたら嬉しいなあなたにとっても私感謝していますでその方に話したおかげでその後夫に恐る恐る言ったんですよね 夫にまず言わなかったっていうのは別に信頼関係がないわけじゃなくてなんかまあ結局ね嫌なことがあったことを話すと愚痴に愚痴を言ってるっていうふうに捉えちゃってあの愚痴を言うとねそんならやめたらいいじゃないって言われちゃうんですよねだからあの夫には言えなかったんですである人がよく聞いてくれてその共感してくれたのでその後ね 夫に話したら意外にも「なのやめちまえ」とは言わずに「それはねそんなこと言ってくる方がおかしいよ」ってすごいあのある人がねあの言ったのと同じようにまあ共感してくれたのであ良よかったわとまあそういう時はねあこの人とあの一緒で結婚していてよかったなと。 思いますそう思わない時もありますけれどもそうやってなんかあの共感してくれたりね慰めてくれたりされるとあちょっといいやつじゃないって <laughs> あの思うんですね。 だからまあ夫婦もね、いろんな面がありますので、でもなるべく相手のね、いいところを見てあげるようにするといいですよね。だからなんか、夫が私以上にね、その、そのあのメッセージを送る奴はおかしいとか言って、もう私は怒ってないのに、私はもうしょぼーんとしてただけなんだけど、夫はものすごく怒ってくれちゃって、そしたらなんか、ああもうお父さんいいからいいからっていう感じになりまして、もうすっかりあの立ち直っております。 はいということでちょっと話がそれたかもしれませんけどまあ自分のね身の回りのこと身の回りの人に感謝の気持ちを送りあのね持ちましょう。感謝をしているとあのもうどん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 あなたにいいことが巡ってきますからねはいえっとこのロードクライブが終わったら感謝の瞑想というのがあるんです。 感謝の瞑想をね、あのライブであの一度やりますので、えー、お時間がある方、私、あのいつも突撃ライブでごめんなさい、あのアーカイブもいつも残ってるから、あのそれ、YouTube にも残ってますので、見ていただけたら嬉しいなと思います。ってていいうのはね本当に言い訳してますけど まあヨガレッスンを毎日やってます。金曜日がね。そうすると、本当は朝の六時とか八時とか、お昼の時間とか決めるとねあの。いろんな人が聞いてくれるんでしょうけど、私の場合は、もうレッスンが終わった後で、もう。実は夕飯の支度も、ね、作ったんですよ。今日はね。冬瓜を、えー、取引肉と一緒に美味しくあの煮ております。はい、一個は冬瓜の煮物で、ナスと。 トトマトの炒めにまあ作りましたのであ,のあとはねこのライブ終わったらちょっとお風呂入ってゆっくりして。 お昼寝してる夫が起きたら一緒に夕飯を食べたいなっていうふうに思ってます。なのでね、まあ主婦もやってますのでね、家事もあるんですよね。3食ご飯作ってますので。だからその合間にライブをやるってことで、本当にいつも突撃ライブなんですけれど、もしご視聴していただいている方がいたら大変嬉しいです。またアーカイブでも見ていただけたら嬉しいです。はい。今日は感謝の心をもと、感謝しよう。 とということですねそしてあなたは決して一りぼっちじゃありません。だって電気をつけるんだってあのね電力会社の人がねいろいろこうやってるわけでしょ。それで電気ポッと押すと、ね、つけられるしもちろんお金は電気で払いますけどね暑かったら熱中症にならないためにエアコンつけられますしねあとそうだねあの水力発電っていうのもありますよね。本当ににダムのの、ね、そこに沈んでしまった村の方っ たちには大変申し訳ないんですけれども、まあ、そういうね水力発電の下とかまあ目に見えないところでいろんな人が頑張ってくれて私たちのあの便利な生活を支えてくれているわけですだからね日常生活があの無事にできるのは本当にいろんな方のおかげ。 だと思いますだって日本ぐらいじゃないですか世界で水道の蛇口をひねればねあの安全なお水が飲めるんですよだからねえそんなに私も海外旅行行ったわけじゃないけど海外に行ったら絶対にホテルのお水も飲めません。 水道をひねってもダメです。飲んじゃダメです。あのペットボトルのお水しかダメなんですよね。だから、そういう意味では、本当に日本はね、あの、まあ水源地がいっぱいあるので、ありがたいなと思います。 あとはもう政府に水源地は絶対に外国人に売らないでいただきたいというそういう法整備もしていただきたいと思いますもし水源地をね外国人に買われて日本人を絶滅させようと思ったら水源地に毒を入れたらそのままね水道を通して水道管を通して来ちゃうわけですから私たちは何も知らないで水道の水を飲んでしまいますからなのでやっぱり日本の国国土は日本が日本人しか買ない 変えない方がいいんじゃないかなってちょっと私思います。けれどもね。はい、あの今日のあの朗読ライブ、何かあなたに気づきがあれば嬉しいです。そして今ですね。あのヨガの幸せに生きる知恵森本和子著アースメディア発行絶賛発売中です。はい、あの出版社の方から私の手元に実はね。100冊取り寄せてます。で、今回ね。あの89。10であのなんとかね。 皆さんのお手元に届けたいなと思っているんですねなのであの私、まあ、もちろんアマゾンや楽天 BK1 っていうネット書店でも買えますそこで買ったら送料無料でピッと押してもう翌日届きますで私のところにも送ってほしいよって直接買ってくださったらサインも入れますしいらないっていう人にサイン入れませんけどサイン入りでって言えばサインもしますし送料無料。 そして消費税も無料で、本題1200円で、あなたのもとにお届けしますので、はい、ヨガ、あれ見えなくなる、ヨガの幸せに生きる知恵、森本和子著これ読んでいくとね、あのそう、一個ずつね、あの読みやすいようにあの分けてます。だから、パッと開いたところを読んでいただいてもいいし、まあ、一冊最初から最後までもすぐ読めますし、あのー ね、お手元に置いていってちょっと開いてあるところあじゃあ今日はこれを指針に生きていこうみたいにしていただけたらねすごく嬉しいなと思っていますあの福岡のインストラクターさんで陽子さんっていう方があのまだ私お会いしたことはないんですけどこの本を出版した時にすぐにすぐにもうあの会ったこともない方がフェイスブックを通して私の投稿を見てた方がすぐ買ってくれてアマゾンで買われたんですけどアマゾンのあの <laughs> 書評にも書いてくれてるのねもう素晴らしい書評身に余る光栄な書評を書いてくださってそこからなんか Facebook お友達になって、まあ、いつかリアルで福岡の人ですけど会いたいなと思ってるんですけどその方はね毎日あの読んでくださってるんですよ。あの寝る前にね 開いたところを読んでいるっていう読み方をしていただいてますだから一回ねさっとさっと通しで読んだらあのその時の気分で開いたところを寝る前にちょっと読むと安眠にも効果がありますしあのもうちょっと頑張ってみようとかちょっと明日も生きてみようって思えるあの元気になる本になってますそれではまたお会いしましょう作家でヨガ講師レジリエントヨガ講師折れない心と疲れない体を作り あなたの自己実現へと導くレジリエント予ガ講師、過去でした。またお会いしましょう。さようなら。